はい、えー、それでは今日も読書レビューをしていきたいと思いますこのチャンネルでは私が1日1冊本を読んでその内容をレビューしていますで、普段はビジネス書についてご紹介することが多いんですけれどもその他のジャンルについても、えー、この動画の説明欄や、えー、またチャンネルページに再生リストが作ってありますのでそちらからご覧いただければと思いますで、えー、またこの本読んだよとかですねコメント等あればあのぜひコメント欄にコメントをお願いいたします励みになりますまた、えー、チャンネル登録およびグッドボタンの方もぜひよろしくお願いします で今日ご紹介する本はこちらの「ナショナルジオグラフィックプロの撮り方シャッター速度」というタイトルの本になります。でこのシリーズはですね以前193回と194回に既にご紹介をしてるんですけれどもその時はタイトルが「構図を極める」というものと「露出を極める」と。 いうものをご紹介してますで、えーまあ、そのシリーズとして、まあ、自分もカメラをですね、まあ、たまに使うんですけれども、えー、もう少し勉強してみようと深めてみようということで「シャッター速度という本についても購入をしてます。でまた明日以降あと2つご紹介をするんですけれども「色彩を極める」というタイトルの本と「えー、想像力を極める」というタイトルの本もご紹介しようと思っています。 で今日のこのシャッター速度という本についてなんですけれどもあの以前、えー、露出を極めるという本でですね、えー、もちろんシャッター速度については言及がされてます、まあ、あの基本的な要素としてシャッター速度と F 値、まあ、絞り値です、ね、と ISO 感度というのはあのーまあ、非常に重要な要素だと思うんですけれども まあその中でもシャッター速度っていうのをまあ特に注目して説明している本ですで、えー、まあやっぱりシャッター速度っていうのはですねあの写真の見た目に非常に大きく影響を及ぼしてまあ、例えばですね人の目ではえ一瞬で消えてしまうようなものをこうやって切り取って水しぶきとかまあ水 そうですね、アバーなんかをこうキャッチしたりとかまたスポーツの、えー、試合中にですねその、えー、スポーツの躍動感をこう伝えるためにこうシュッと動いているような写真を伝えるとか、まあ、そういうような時に、えーまあ、使われるテクニックだと思います。 えとまあ、ちょっとこれスポーツじゃないんですけども車がこうビュッと動いているような感じを出すとかですね、まあ、こういうことですでえっ、ー、と、まあ、その F 値と ISO 感度っていうのは、まあ、特に F 値はですね、まあ、その写真の見た目に大きくもちろん影響するんですけれども、まあ、シャッター速度っていうのもまあ同じぐらい影響しますでえっ、ー、と私がまあ個人的に勉強になったなと思うのは、えー、と現行フィルターっていうのと変更フィルターっていうものがまあ存在して、えー、それを使うと例えばですねえっ、ー、と川の えーまあ、流れてる様子を長時間録音でこう撮る時に普通に撮ってしまうとですね光量が多すぎてもう白飛びしてしまうんですけども、まあ、それを抑えるために原稿フィルターを使うとかですね、まあ、あとそのちらつきを抑えるために変光フィルターを使うとか、まあ、そういうテクニックについてはあのーまあ、知らなかったので、えーまあ、これから是非参考にしたいなと思います。まあ、ちょっと意外と調べてみると値段が高いんで,です,、ねまあ、すぐにあの購入してっていうのは考えてないんですけれどもやっぱりまあカメラっていう趣味も、あのー、一生 通じててままままああののの深めいいいけるもんだとと思思すすであの、まあ、将来的に検討しようかなと思いますやっぱりいいですよねこういう,こう夜景がですねあの車がこう流れてく夜景みたいなものを撮れたりとか、まあ、やっぱり勉強しないとですねなかなかこんないい写真は撮れませんしあのまあ、おそらくこの本で紹介されている写真っていうのは、まあ、非常にいいレンズを使って撮られていると思いますので私の手持ちのレンズで切きることっていうのも、まあ、限りがあるんですけれどもあの非常に勉強になりました。 カメラがお好きな方はです、ね、よろしければご参考いただければと思いますで以前ご紹介した、えー、構造を極める露出を極めるという本とまたあと色彩を極めるという本と、えー、想像力を極めるという本のリンクは、えー、この動画の説明欄に貼っておきますので、まあ、そちらよろしければ、えー、ぜひご覧ください、はい、今日は以上になります、えー、チャンネル登録およびグッドボタンの方をぜひよろしくお願いします